今日は私がヒーリングを始めた流れについて話してみたいと思います。新婚旅行の沖縄で人生最大級の捻挫をした私、その後夫の転勤に伴い引っ越したんですけれども、足を引きずりながら羽田に着き、そして埼玉県の熊谷へ向かいました。そんな熊谷にヒーリングをしている友達が遊びに来てくれた時、私の足を触りながらヒーリングをしてくれたんです。するとびっくり、ゾウさんの足のような足首をしていたんですけれども、足首の腫れが引き、骨がわかる感じになったんです。これは一体何なのかと思って尋ねてみたところ、ヒーリングというものであり、いつかケイちゃんもヒーリングするようになるよなんて言葉を言われ、感激した私でした。その友達は不思議な能力があって、ちょっとわかる人だったんですね。そのうちケイちゃんにもわかる日が来るよなんて言われていつのことかわからなかったんですけれども、私もこんなことをする日が来るんだとちょっとドキドキしながら過ごしていました。それから約1年ほど経った時のこと、友達がセミナーに行って四半角というものを取るという話を聞き、それは一体何なのと聞いてみたところ、磁気伝令器という大正時代から代々嫁入り道具として使われていた日本発祥の、日本から出ていないヒーリングというものを学びに行って教えることができるようになると聞きました。迷わずにそれを私にも教えてほしいとお願いしました。それからしばらくし、友達がそのセミナーを教えることができるようになったということなので、我が家に来て教えてもらいました。このヒーリングは自分で自分にもできるけど、夫婦で学んでおくとお互いできるからいいよというふうに言われ、夫にも深く説明せず一緒にセミナーを受けてもらいました。友達が我が家に来てそのセミナーを教えてくれたんですけれども、遠方からだったので我が家に一泊しました。最初の日にそのセミナーを受け、霊柱を受けたその夜、なんとびっくり、私の体にスイッチが入り、夜一睡もすることができず軽く発熱してしまいました。こんなことってあるんだと感動して、眠れなかったその夜、その磁気伝令器というものについてずっと本を読んでいました。次の日もセミナーを受け、霊柱を受け、
ヒーリングの手法を受け、私の中で新たな人生がスタートしたのを感じました。そんなヒーリングができるようになったのが嬉しかった私。友達の痛いところをヒーリングして治してました。その治った時の友達の驚け方が楽しくて楽しくて、いろんな友達にしてたんですけれども、友達がお野菜やお米、お菓子などを持ってきてくれたりして、とっても感謝したことを覚えてます。それから帰省した際に、説明してもきっとわからないよなと思ったので、まず母の肩に手を置きヒーリングをしました。そして父の背中に手を置きヒーリングをしました。普段手が冷たかった私の手が温かく、そして心地よくなったことに感動した両親。これは何だと聞くので、そこで初めてこのヒーリングについて説明しました。どちらかというと不思議系な我が家。早速母が福岡に行ってセミナーを受け、同じくヒーリングができるようになりました。それからしばらくした時に、いろんな方のセッションを受けたりセミナーを受けたりし始めたんですけれども、ある時ヒーリングを学んでどうしたいんですかと言われたので、不健康でいろんなことを諦めていた私、けれどもこんなに元気になって、こんなにいろんなことができるようになるんだよ、人生諦めないでと伝えたいということを伝えたところ、もうこれ以上ヒーリングを学ぶ必要はないですよ、今のこのヒーリングで続けていってください、そして普通に話しても人はなかなか気づかないものですが、エネルギーが流れ、エネルギーに溢れ、エネルギーに満たされた時、自分で気づくことができますよということを教えていただき、そうかもしれないなと思いました。人は結構変わるものです。それはやっぱり苦しかったりきつかったり辛かったり、心が傷ついていたりするとなかなか行動できなかったり、人の幸せを喜べなかったり、悩んだり、なかなか前へ進むことができず、同じところをくるくる回ってるような気がします。そんな方にエネルギーを流し、その方がエネルギーに満ち溢れ、本来の自分を取り戻し、その人らしく生き、夢や希望を持ち、人生楽しんで喜んで生きていく姿を見れたらどんなに幸せだろうかと思いました。結果、それからも様々なヒーリングのセミナーを受け、学び、何種類ものヒーリングを
作り出してきたんですけれども、やはりその方、その問題、その体の状態に合ったヒーリングをおすすめでき、それはそれで良かったように思います。これまでいろんな奇跡を見てきました。突然変化した方もいれば、少しずつ変化した方もいますけれども、幼かった頃、なぜか私が思っていたことは、どうして目の前で苦しんでいる人がいるのに、私には何もすることができないのだろうかと思っていました。今苦しんでいる人に、そして病に倒れている人に、そして命が尽きようとしている方に、このヒーリングというものを通して、本人やご家族にエネルギーを、愛を、希望を、喜びを送ることができ、本当に幸せに思ってます。東京にいた頃にセミナーを受けに行き、師範までは取ってないんですけれども、私も師範格というものを取り、直伝霊気になるんですが、ヒーリングの基礎を教えることができるようになりました。時々ヒーリング自分もしたいという方に出会い、セミナーをさせていただくと、大体の方がご家族にヒーリングを練習でしてみると、とっても気持ちがいいよ、とっても楽になったよと言って、喜ばれているその笑顔を見て、本当に嬉しくなったという言葉を聞き、私もとっても嬉しくなります。現在も遠隔ヒーリングのご依頼をいただきながら、こうやって今新型コロナというウイルスに怯えている方々の力になれていること、また問題を抱えている方の力になれていること、本当にありがたく思っています。最近は周波数というものにも興味を持ちまして、このヒーリングの素晴らしさ、宇宙とつながることの凄さというのをますます感じています。ヒーリングを始めて13年、引き寄せの法則、潜在意識に出会って25年、こんな人生が来るとは思ってもいませんでした。こんな人生を望んでいたようにも思いますが、思ってた以上のこの人生にただただ感謝です。これからも宇宙とつながり、このエネルギーをたくさんの方に広げていけたらいいなと思いながら、楽しく生きています。
ね。